どうも、アプトの実況パート15を始めたいと思います。前回はアドバンス洗浄機とかキメのストレージを作ったりヤシの木とか作ったりしてました。ごめんなさい。で、今回のテーマは、レシーバーとアンテナ とバッテリーを使って未開の場所、なんか特別な場所みたいなのがあるらしいんですけど、まあ、そこを見つけて探索をしたいと思います。で、まず、レシーバーっていうのがこれで、まあ、アンテナっていうのがこれ、作り方としてはここにあると、ネジは金属のインゴット作るんですけど、その金属のインゴットを作るための金属の鉱石は、無人島の、海中のなんか壁っぽいところを、フックで掘れば手に入ります。サーキットボードが銅のインゴットが必要なんですけど、まあ、銅も、金属の鉱石と同じ方法で取れます。まあ、ブドウのベトベトはもう海中の海水を取って溶鉱炉に溶かせばゲットできます。はい、じゃあまあ早速行きましょう。で、レシーバー1個に対してアンテナがなんか3つ必要らしくて、で、その3つと、このレシーバーは同じ階層に2階以上の場所に置いておかなきゃいけなくて、さらにアンテナは、距離を取らなきゃいけないらしいです。はい、じゃあ早速使ってみましょう。バッテリーを置きます。バッテリーをつけます。お、出てますね。距離1200で、これバッテリー使ってると消費されちゃうんですけど、なんかこれ距離分かったら一回消しちゃって、で、もう一回付け直すみたいな感じでやるとバッテリーの節約ができるみたいですね。はい、じゃあ早速近づいてみますかね。あ、そうだ、言い忘れてた。このレシーバーとアンテナ、バッテリー使って付く場所は、一応このラフトというゲームにおける最初で最後のネタバレみたいなのがあるので、まあ、ご注意のほどお願いします。釣りで釣った靴と変な鳥の置物。ふふ、いや、まさか、バカな貴様。こっから入ってきちゃうか。ここ柱つかないとダメか。おお、すごい、もう着地する前に羽閉じてたぞこいつ。ありがてありがて。なんか見えてきた、なんか見えてきたぞ。あれか、ちょっと行ってみよう。よっ、見えた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 。なんだろうあれ、なんか上の方にアンテナみたいなのついてる。あー、こっから電波出してそれで受信したってことね。はい、いいね。はい、まあネタバレが気になる方はここでストップしていただけると良いと思います。あ、なんか風車みたいなのも回ってるやん。よし、時は来たれり。じゃあ主人じゃい。そいや、よし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 。じゃあどっから行こうかな。いやー、なんかもう完全に人工物で作られてるから確実に人がいたってことになるよね。うん、コブラチング。うん、なんか人が住んでた形跡があるね。電話がある、取れない。
さ、サクサクこう。壊せないのかな？壊せない。どうだろう。スクラップありがたいな。まあ、でも困らない。次行こう。なんかある。ぶどう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 ガラススクランプ。おお、まあまあ美味しいですね。で、次はどこにいるんだ。内側行きたいんだけどな。どうしたらいいの？あ、あそこか。はい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 。了解。サクサク行こう。はい。あ、なんか机とかプラスチック。いろいろと人が住んでいた形跡はあれと、特に目新しいものがそんなにないよね。じゃあ次のフロアへ。この風車欲しいな。壊して持って帰れたりしないかな。ゲームの開発者はこういうアプローチを流しているんだろうか。そい！あ！無線みたいのがある。で帰るにしない。お。ぜひタップ登録とかガラス。あんまり美味しくはない。お、なんだこれ。そういうこと。まとめるとユート上の方、上半分の方はユートピア。まあ理想郷というかなんか安全な場所、安全で人がいる場所があって、それをどこみたいな感じで。ここにいた人たちは、なんか、ここに帰ったのかな？で、下半分見ると、23、2020、Breaking Loose All Ice Will Melt。 全部の、多分、氷河かな？氷河が溶けるでしょう。と、まあ、科学者の人たちは、まあ、推測していますと。で、溶ける。今、まあ、2年かかっちゃうと。2年しかないっていうことなのかな、多分、見え的に。まあ、そうすると、この世界観と結びつくね。で、water levels expected to rise several hundred meters。まあ、なんかもう、2年以内に全部の氷が溶けると、まあ、水位が数百メートル上がっちゃうよっていう感じ。で、その次。まあ、だから、オクトーバー。2023年後、オーストラリア completely covered in water。 まあ水没しちゃったってことですよね。で、Earth 2028、
だ、2月の20日今。オーストラリアが完全に沈んでたね、5年ほど。うん、もう、星が、この惑星が全部、水で沈んでしまった。はいはいはい。なるほどね。だから、には大陸がなかったんだよね、きっと。無人島もなんか、ずっと下がある感じだったし、海もそこが見えなかったもんね。多分そこっていう概念があったら、多分沈んだビルとか街とかが見えていたんじゃないかなと思います。はい。じゃあまあまとめると、まあ全部氷河が溶けちゃうよってなって、で、ここにいる人たちは、まあ理想郷を求めて、なんか脱出しちゃったのかな、おそらく。はい、そんなとこなんでしょうね。はい、これが多分このゲームで最初で最後のネタバレみたいなものなのかな。はい、って感じですかね。うん、まあそうするとこのゲーム最初に始めた時に、まあこのキャラクターというか登場人物がなぜ海のど真ん中にいたのかっていうのは、まあちょっとだけ納得できたよ感じだよね。好き好んでたわけじゃないということが分かってない。はい。いやー、とりあえず、このゲームの、なんか、こう、わりかし、あらかた、遊べる、遊び尽くしたみたいな感じなのかな。は、できたので、まあ、良かったのではないかなと思います。はい。そしたら、じゃあ今回は、までにしようかなと思います。で、一応ある程度はもう終わったので、もう何しようかなとは思うんですけど、そうなぁ、うん、まあ、まだ作ってないものが何個かあったりしますし、サメのトロフィーとか、サメ倒してないんだよなぁ。あとは看板とか塗料とか、あんまり作ってないのもある、あったり、あとはこれ指とか使ってないし、うん、まあ、まだまだ作ってないものあるんで、まあ、ある程度その辺を作って試すのと、あとはこれ資材、このゲームを進めるにあたって引っかかったところか、まあ、素材集めなんですけどね、ちょっと、ここ、解説動画とか、作ろうかなーって思ってます。あ、ちょ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 。って感じですかね。はい。じゃあ、ひとまず、このラプトの動画は、一区切りとなります。はい。ご視聴のほど、ありがとうございました。